はい、皆さんこんにちは。サウンドナインチャンネルのてんちゃんです。今日はですね、商品紹介をしていきたいと思います。はい、サウンドナインにですね、最近導入されましたのがこちら、でんと、こちら、でん。はい、これはですね、何かというとエヴァンスのリアルフィールっていう、ドラムの練習パッドになります。はい、でこちらエヴァンスの、6インチのモデルになるんですけれども、ただまあ大体16センチぐらいかな、この直径が16センチぐらいで、この真ん中にこうラバーのついた板になります。で裏にはこういうねクッションがついて、机の上に置いたりとかできるものになっております。で、ここですね、この真ん中にネジの部分がついてるんですけども、これにこのスタンドを取り付けることによって、こういう座った状態でですね、こうちゃんと自分で好みの高さと角度をつけて練習することができるっていう、このまあこれを一つ、まあワンセットとしてね、考えてもらってもいいかなと思います。でまあ税込みでも1万円切るようなものになるので、まあドラマーにはすごく重宝されるものかなと思います。でサウンドナインはですね、まあギターショップなんですけど、まあスタジオがオープンして、ドラマー人口もだんだんと増えてきましたので、こう徐々にこういう風にドラムのグッズとかも仕入れていきたいと思ってます。はい、じゃあ、まあ、単純構造なんですけど、実際に組み立てて叩いてみましょう。はい、じゃあまずエヴァンスとスタンド、まあ、これね本当に単純なんでね、パパッと組み上げていきましょう。で、これメタルスタンドになるので、まあ、手を挟まないようにだけ気をつけてください。でここを緩めて、こういう風にですね、こう広げますと。広げたらくるくると締めます。はい、でここにネジがついてるので、このネジと合わせてくるくると合わせていきます。はい、でここまで来たらこう増し締めみたいな感じでね、裏でもしっかり締めれます。はい、であとは高さ調節ですね。高さを調節して、あと角度もですね、こうやってつけれるので、これね、なかなかいいですよね。で、こう、はい、これで、この、叩きやすいとこまで来たら、これでこう、叩くっていう。で、これラバーなので、めちゃくちゃ跳ね返るんですよ。そう。で、これでなんかこう、いろいろね、練習してる人をね、ただ見かけますけどね、これはすごく練習になるものだと思うので、はい、こんな感じでね、簡単に組み上がります。はい、なんでこれをね使って、ぜひぜひドラマーさん、初心者の方はですね、これでしっかり練習してですね、どんどん上手くなってください。はい、皆さんどうでしたでしょうか。まあ、単純構造のこのラバーでただ跳ね返るだけの練習パッドなんですけれども、ドラマーはですねこれですごく練習ができると思います。まあ一応ですね、こちらのですねお店の方で試打できるように1個サンプル置いておきますので、まあ気になる方はスタジオ利用の際でも構いませんし、普通に遊びに来ていただいて、こう叩いてもらうっていうのでも構いませんし、どんな感じでもこう一度お試しください。はい、そんな感じで終わりたいと思います。本日の動画いいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、他にも動画アップしていきますので、そちらもご覧ください。それでは。